しゅんさんの、まあ、酒もいっぱい飲んだけど、それ怪我多かったからガーヒーチャンネル見ましたっていうので来てくれるんであれば割引でした、割引でしょ、まあいっぱいあるよね、俺やりたいこといっぱいあるから、何がいいかな、しゅんさんの、まあ、しゅんさんの話とか、まあ、あと現役時代何を思ってサッカーしてたか、何を思って、まあ、楽しいからやってただけだから、そうだ、俺はあとお酒飲み行ってな、酒もいっぱい飲んだけど、ぶっちゃけそれで怪我多かったからどうせって大丈夫だよ、ね、いや、引退した理由はだってお酒でしょ、違うよ、怪我お酒だよね、怪我、お酒でしょ、怪我、でも怪我の根本は、俺、怪我で、なんで怪我したか酒の理由にしないの、自分が悪い、え、なんで自分が悪いの、なんでって、てかもう決まってたんだよ、運命って決まってんだよやばい、スピリチュアル日が決まってるからしょうがないもん、これ大丈夫ですか、遅い全然いい一般人だから何でも話せる、あ、じゃあ運命によって引退をしたの、運命だから、もうそうなってた、生まれた時から、生まれた時からそう、29引退だろって多分神様言っとった俺確かにマジマジで中身ねなるほどね、そう、だからなんかな、これからいろいろやるから俺びっくりさせるから、まあね、マジで事務所入るしね、事務所も入りたいし、事務所があるってどうですか、え、わかんない、まだ、知らん、芸能事務所入ろうかな、へえ、入れんけど、いや入った方がいいよ、こういうキャラクターは、ちょ、あれとか出たい、なんか PV とかさ、なんかドラマのなんか喋んない通行人とか、え、エキストラ、エキストラのちゃんとしたやつ、一瞬とかじゃない、ちょっと映るぐらい、いやそれ一瞬だから無理いやそれ一瞬でしょ、無理、喋る系無理だからコミュ障だからね、そう、それは無理や、あと何かな、まあいっぱいあるよ、ね、俺やりたいこといっぱいあるからね、見とけよよろしくポー、やっちゃう、よろしくポー、よろしくポー、じゃあ心配だよ、そっか、飲食やりたいもんな、飲食もね、飲食でも人が楽しむところを作りたいですよね、こういうところみたいなね、そうだね、うん、それをみんなやったら100人いったら95人は笑顔で帰るもん、その5人、5人は何かあったあるんですか、5人は多分酔っ払ってるから気持ち悪いですからお酒だから、はい、気持ち悪い人もいる、うん、でやっぱこれ聞き人じゃないですか、人生はやっぱりでも人が関わる仕事はいいですよね、こういう、そう、面白いね、笑顔で、そう、それがちょっと前職はちょっと単純だめっちゃ悪いじゃないですか、その質問恩はあるもんね、ちゃんと、ね、恩はあるもんね、で、なんかね、前職の社長さんとかこれ飲みに来てくれるとすごい嬉しいよね、ですよ、遺跡みたいな感じですよ、サッカーで言うと、そうだよね、はい、そうだね、遺跡です、遺跡です、遺跡でしょ、遺跡です、で、たまたまその条件がよくて、その遺跡金のところ、ね、遺跡金は考える、遺跡金だと自分の目的、そうです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 、やっぱね、どういうサッカーをしてるのかっていうところはすごい大事だもんね、僕の前のいた会社は、僕前からプレッシングかけたかったんですけど、うん、リトリートの会社だったんですよ、あ、それはもう無理だよ、僕一人で暴走してたんで、うん、もうちょっともういいかな、ハイプレスしないとな、ハイプレスじゃないですよ、結局、なるほどね、龍騎はハイプレスですから、そうだね、いやじゃあガーヒーバー来てよかったね、はい、ガンガンプレッシングいきますよ、じゃあまあまあちょっとこれからね、はい、いろいろ学んで、エンターテインメントのバーを作って、
あと琉球大歌手に歓迎してきたら素敵ですね。あ、いいですね。はい、まあ、そうだね、後輩だし。琉球バードです。じゃあ、あれさっきこの前話した店名は RKU 違う、百大一丁目、百大一丁目。これからの展望ね。まあまあ、それはいいよね。そしたらみんな働くでしょ。バー百大一丁、バー百大一丁。琉球合コン絶対そこみたいな。で、俺ら大のこと確かにね、まあ、優勝した時のだけ泣かす。あれ俺俺とか言って全部元気してるつらいやん。うざ、まだモテたいんすか。全然。もう飽きた。もういい、もういい。もう俺は俺は地味地味稼いだ。モテるの飽きたね。そう、大変だよ。知らんけど。じゃあそう、まあそう、そういうのいいよね。でもね、うん、後輩がさ、やらしたら春病でそうやん。コアが一緒に働きたいとかさ、なかなか僕もって日賀さんとか、テレビで見せた存在ですからね。僕8個すごい、そういう人と今関わってるっていうのはすごいですよね。大人の8個やっててなんか友達みたいな感じやろ。まあそうだね、もう社会に出るとあんま関係ないから、実際関係ねえわ。だからいいんだよ。あとイベントとかやったらコロナだからね。確かにね、きついよね。でも逆に今ガーヒーはいいじゃん、コロナじゃ個室だからさ。そうだね。いや、よくねえんだけどな、ほんと。大勢のさ、ところがいいじゃん、誰となったか分かるやん、うん、すぐ分かりやすいじゃん。あとすごい、もう感染症対策しっかりしてるで。熱と熱はやるか、熱ちゃんとやって消毒ね、はい、あとあの換気もすごくしっかりちゃんとね、あるもんね。はいはい、そこら辺は徹底しますよね。そう、当たり前、はい、ちゃんとあるけど、あれちゃんあれ動いてる。いや、動いてる動いてる動いてる、ちゃんと徹底。ああ、動いてる動いてる、徹底しますか。徹底してるわ、はい、日賀さんのそこら辺はもうさすがだわ。そういうの大事にする、大事にする。お客さんが嫌がったら嫌じゃん、はい、だからみんな来いよ、はい。でも50人しか見てない。今50人しか見てないから、これふざけんなよ。50人中誰か一人でも来てほしいね。そうだね。じゃあなんかね、こうガーヒーチャンネル見ましたっていうので来てくれるんであれば、もう割引でしょ。割引即割引言ったね、言ったね。それはちゃんとやってよ。ナンバーとか言わないけど割引。1円でも割引だからね。違う、やりすぎ、やりすぎ。1円はやりすぎ、1円はやりすぎ。まあまあ、それはね、流行ってきたらそれ考えようよね。割引制度、じゃあそんな感じで、そうや、はい、お願いします。心配頑張れよ社長。これから社長を男にして、アンバサダーでしょ。アンバサダー、それかっこいいですね。名刺に、名刺に、アンバサダー書かせてもらって、あの来た時には僕のあのプロフィール概要欄で貼っとくんで。いや、ちょっともうちょっと高くして、それ概要欄貼っとくんで。そう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 、チェックお願いします。ガヒ菅原俊平ね、はい、了解です。頑張ってください。ありがとうございます。